一文字目こちら5宇津井大地、2北川松岡、うん、駐車場キリンだろ、全部有料駐車場。いや俺もキリンゴリラこの辺りから確かに、めっちゃ空いてるやん。やばいネームバリあるな、キリンゴリラ。お茶坊さんに到着しました。無料駐車場、こっちこっちこっち到着しました。ほら、ここどて焼きと、おお、ピッカチが名物だ。なるほど。そやね。もう富裕ガキ。富裕ガキ。あれなんか今。富裕ガキめっちゃ有名な。なるほど。ん？どんな感じ？ナマズパワー。ナマズね、すごいな、ここもナマズ。もう結構お店いろいろあるね。おお、ナマズ。マス定食食べるんだったら、マスマス。イナゴの形しとく。イナゴの佃煮、うん、イナゴの佃煮なんか食べた日にはもう一生パパと抽選食べよ食べてくるわ、すぐバクバク食ってくるわ。ギこれもおさないにするんな。おさない、うん、それお酒も、うん、こっちは2つ、うん、2つ、はい、370円みんなで、はい、ありがとう。ロウソクはいい、うん、これ切っとく、あ、切っといてください。あの社高校って名前書いてそこ置くの。あ、そういうことやね。ほんまや、家持って帰るわ、ね、お釣りやで、お釣りやで、パパお釣りまた帰りに来るからうん、お揚げさんとろうそく、よいしょよいしょ、うん、どれパパか、これ違うよこれ、うん、危ない危ないよそさんからパパの隣に、よいしょ、冷えるの、はい、ここだね、ここでもお供えするんだね、うん、そこに、おきつねさん、おきつね、はい、入れるわけね、はい、お狐様、はい、また持って帰っていや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 、で、パパのお揚げさん、うん、先にかけてたら痛くなくなるよはい、じゃあお供えさせていただきます。両手で石持つでしょ、うん、でその時にお盆かどうかって思って、でお願い事して次に持った時に重いと、それより重かったら願いがかな、それより軽かっても願いがかな、自分の気持ちと合ってたらお願いがかな。あかんで、ね、両手で必ず両手でとか言って、でどうやった、軽くなれって思った、ん、軽くなれって思って軽かったら願いが叶うんだよ。軽く、はい、これを、うん、
ちょっとお皿貸して、パパ。500円。薬師釜で作ったの。そうです。で、これ二つ付き、うん、あっちもラブラブやけど、こっちの方がちょっと大人っぽくて、キチネさんのペアも可愛いな。見た、待ってるよ。あ、はいはい。いやなぁ、これやこれ、おの、なんかめっちゃ剥きやすい、これは剥きやすい、これ、うん、これちょうだい、はい、隠しかじか、あーもう今言おうと思ったのに、なんでこう発想が一緒になるんでしょうね。左車線を走行ちょっと待って、見出ししない、左車線を走行、遅かったけど、どこに左車線、 9km 先、養老の滝に到着しました。マジで、え、この橋渡って、うん、俺が、あ、本当だ。ローターの形。綺麗ね。滝のところから顔出してる。野菜とか、うん、醤油、はい、次は400円のお次ですね。このあたりで食べられますか。ゴールなんじゃないの、やっとこさ、よいしょ。なんかこの結構緩やかな坂がかえってしんどい。ゴールです。あんなとこまで行けるの？うん、行け行け、さっきもう一番上まで行った、じい、だっこ、だっこ、じい、だっこ。
歩けって言ってよ。歩け。歩けん。これすごい繊細で可愛い。これやったらこう映るのも綺麗やけど、これはその映ってなくない？あ、そっか。これこれがすごい。気まぐれやって。で、あ、これ。これ星の形になってる。パパ星型好きだもん。下手な人がやるとこういうふうに。はい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 。カビ生えたり、染み出たり。うまっ。これ多いですよ。え？あ、すごい。考えられてる。うわ、ひょうたんにひょうたんも可愛いのかな。やっぱりこれ。うさぎや、うさぎ。作品に愛情があるから売れないんですよね。でも、金魚も可愛いね。たくさんも見えますから。これ一個ずつ。一生懸命描いてるし。可愛らしい、これ。後ろも全部やってあるし。そんな早くできないです。これすごいな。この裏側が映ってるけど、あ、不思議の国の、不思議の国のアリスだね、これ。で、後ろはウサギ。ポンポコ、ポンポコ。これは何？トトロや。トトロ。トトロ。あと漁師か。もうちょっと先のアジサイにはカタツムリ止まってる。カタツムリか。そう。すごい。デザインがすごい。素晴らしいデザイン。かわいい。これまた綺麗だ。その上が一番時間かかってるんですよ。で、それは。結構な音でした。冷えてるのか。とりあえずこれ持って帰るやつ、これ持って帰るやつで買うわ、うん、え、一本でいい、一本でいい、うん、はい、ロゴ見せて、養老サイダー、そう、サイダー、うん、はい、どうぞ飲んでください。おお、紅葉バッグに、うまっ、甘い、うん、いただきます。浅いそうな、これ、あ、じゃあ、電話しよう。うん、美味しゅうございます。はい、パパ、養老警察署、ニコみんなここ寄ってみるんやろ、なんかわけのわからん店、うん、それから鍾乳洞、あ、そうだね、五平餅、パパどうぞ。やっぱりな、これは食べてみな、そんなか。どうだ？うまいんか、これ。うまいんか、とか言われて。どうだ？おやつ的なもんな。うん。ちゃうな。おかず的なもんな。おかずじゃないな。うん。おやつやな。食べようか、言うまで。なんだろう、ご飯をこう潰したい、うん、潰して砂糖醤油つけたって感じだ。ほうほうほう。まあそれだけのことやな。そしてめっちゃ食べにくいという、うん。